今年です。ストレッチポールを使って、綺麗に立つために骨盤を整える、ストレッチポールの骨盤エクササイズを、やっていこうと思います。骨盤エクササイズ、ベルコンをやっていきましょう。じゃあ、ストレッチポールに座って基本姿勢をとります。今日初めて、今回の動画を見る人は、他のストレッチポールレッスンに基本姿勢があるのレッスンがあるので、それをリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。それでは始めます。まず骨盤を左右にスライドさせます。この時にこう左右に倒れないように注意しながら真横に床と平行に動くようにスライドさせます。動く幅としてはちょうど真ん中の骨の、この左右の腰の骨の間を動くような感じで動かしましょう。はい、それでは、今度は足を伸ばしていきます。では片足、右足だけ伸ばしてバイバイ運動の要領で、足を動かして先に股関節を緩めていきます。このバイバイ運動に関しても、ストレッチポールのレッスンであるのでリンクを貼っておきます。それではそのままぐっと内側につま先、膝が向くように足を向けます。そしたら力を抜きます。そしたら外側に倒れると思います。これを3回ぐらい繰り返しましょう。はい、それでは足を戻します。では反対の足を乗ります。バイバイ運動で股関節を緩めてぐっと内側に倒して力を抜きます。これを行うことで、まず股関節を緩めていくことになります。はい、では足を戻します。では次いきます。また右足だけ伸ばします。そしたら今内側に倒した要領で足を倒すと、このまま今度は膝を曲げていきます。右膝と左膝が当たるような感じになると思います。そしたら右足を外側に倒します。そして外側に倒れたまま伸ばしていきます。これをじゃあまた3回ずつ繰り返します。内側に向ける、曲げる、外に倒す、伸ばす、内に向ける、曲げる、外に倒す、伸ばす。はい、それでは足を変えましょう。内側に向けて膝を曲げる、外に倒す、伸ばす。これを繰り返してやることでまた股関節、そして今度は、股関節を動かすので、骨盤周辺をも緩めていくことにつながります。では足を戻しましょう。では今から、骨盤の調整に入っていきます。足を片膝上げます。それでは、安定したら両方上げます。これで例えばフラフラなったりする人はちょっと両手を広めにして支えてあげましょう。これでこの体勢をとることで真ん中の骨の傾きを正しい位置に調整していくことになります。それでは、足を軽くバタ足をするような感じで振っていきます。こうすることで、股関節、骨盤の周辺を緩めていきます。
はい、じゃあ一回足を下ろしましょう。ではまた足を上げます。今度は少し膝をお腹側に引きつけるように左右交互に動かします。自転車を漕ぐのとちょっと逆な感じ、膝を上げていくような感じで動かしていきます。これも先ほどと同じく股関節、骨盤を調整していく運動になります。じゃあ足を下ろしましょう。できる人は足を上げてバタ足、今の自転車漕ぎを続けてやってもいいです。10回ずつぐらいやってみましょう。それではストレッチポールから始めます、はい、今回は骨盤の調整、ヘルコンをやりました。ストレッチポールに乗って足を動かすだけで骨盤の調整ができるのですごく手軽だと思います。終わった後に立ってみると、最初に立った状態の時とかなり違いが分かる人もいるかと思います。そのぐらい効果があるので、ベーシックセブンをやってベルコンをやってみてください。はい、それでは次は胸周りの、ストレッチポールを使った胸周りのエクササイズをやっていこうと思います。では終わります。さよなら。